どうもこんにちは、はい、鈴木みーと申します。あ、待ってしまった。初めて当ててもらいました。じゃあもう行きます、はい、待って今回しました。 OK です、はい、じゃあ、はい、初めまして、はい、どうも鈴木みーです。アンカー奏者務めます、はいはい、お願いします。では車で来ているので、はい、参りましょう。足元気をつけてください、ね。はい、ありがとうございます。お願いします。足元気をつけてください。ちなみにあの4回目だと思うんですが、はい、お荷物とかは大丈夫ですか？大丈夫です。 OK です。じゃあワンツーサンで真ん中乗ってください。ワンツーサンで、はい、真ん中乗ってください。めちゃめちゃ元気です、もうやる気元気続きなんでもう、はい、結構トリエストでしか、はい、ありがとうございます。お手伝いしてくれてます。ありがとうございます。多分みんなあの個性豊かなガールズたちが、はい、いや本当そうですね、多くの人と思うんですが、はい、最後は一番ぶち上げていきたいと思うんで、はい、お願いします、はい、ちょっと残ってますエネルギー。あ、残ってます。あ、大丈夫ですか、はい、上開けてもらってもいいですか？もちろんです、はい、開けましょう。ありがとうございます。屋根開けてもらって、ありがとうございます。はい、開けてます、はい、気をつけてください。はい、どうもこんにちは、はい、明るくなりました。では行きたいと思います。はい、体重背もたれにお願いします。はい、3、2、1、よいしょー。 OK、 じゃあ最後お尻決めてもらうと乗り心地、はい、はい、じゃあちょっと下がります。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。行きましょう。出てきた、まあ今日4回目だと思うんですけど、はい、太郎さんは、はい、今まで人力車だったり、人力車は、今日除くと前回が最初でした。あ、前回、はい、なるほど、なるほど。前回も当たった。前回、はい、あの奈々さんの、奈々さんの、はい、まさか、またガールズじゃないですか。いや、楽しかったですか？あ、楽しかったです、はい。はい、こと現実戻ります。はい、私の竹で今10時40分を指しております。はい、ので、まあ、そうですね、20分からまあちょっとサービスして、まあ、20、25分。あ、ありがとうございます。行きましょう、はい、ありがとうございます。はい、なので、はい、まあ、11時過ぎに戻ります。はい、はい、本日のドライバーを務めます、はい、鈴木みーと申します。鈴木みーさんですね。はい、みーで、もうみーさん、みーで覚えてください。みーさんですね。はい。名前がちょっとあだ名っぽいんでね。はい、壊れちゃいました。ご出身どちらの？出身は山口県っていう。いや、知ってます。知ってます。行ってきます。知ってます。山口県。はい。めっちゃ遠いじゃないですか。あ、そうです。日本の端っこ、本州の端っこ。本州ですね。はい、そこから上京してきたんですか。あ、そうです。おー。はい。何年目ですか、上京してきて。20歳、10年目ですね。10年目。はい。もう大出てたんですね。そうですね。そうなんだ。はい。山口県は今でも。はい。あー、ちょっとコロナで帰れてないんですけど、はい、はい、はい、まあ、3年ぐらい帰れてないですね。はい、はい、山口県はどんな町ですか？はい、どんな町、はい、うーん、おすすめあります？やっぱ海に面してるので。確かに、はい、めっちゃ海ですよね。そうですね、あの景色はやっぱりあの電車に乗ってるとすごいいい景色見れるのと、はい、お魚が美味しい。お魚美味しい、最高だ、はい、あとやっぱりあの、はい、あの歴史、うん、幕末とかが好きな人は、まあ、長州の長州藩、はい、あのいろいろなものがあるので、うん、そういうなんですか、城下町とかもあるので。うわ、マジか、はい、なんかそういうとこ巡るとすごい楽しいと思います。いや、さすがっすね、プレゼン力。いやいや、本職じゃないですか。プレ
全然。いやいや。めっちゃだって今のだけで私山口県行きたくなりました、ね。すごい褒めますね。あ、そうですね。めっちゃ。ごめんなさい、あのガチで褒めてます。はい、ああ、ありがとうございます。本当に行きたくなったんです。あ、本当ですか。ありがとうございます。旅行が大好き。あ、そうなんですね。みーさんはどこの出身なんですか？私は愛知県出身。愛知県、ああいいとこですね。行ったことあります？行ったことあのなんで金山に行ったことがめっちゃ怖いな。あのなんですかね、あの青春18切符で、はいはい、山口から東京まで行った時に金山で泊まりました。そうなんですか。青春18切符ってことは結構青春時代。あ、そうですね。18ぐらいの時に。青春18切符って結構日本中回れるんですか？あ、そうです。あの在来線で、はい。え、金山何したんですか？泊まっただけです。カプセルホテルに。降り立ったら、あ、そういうこと。あ、そうです。12時ぐらいに着いて。でも観光も、はい、観光回りもないです。ないです。8時、朝の8時ぐらいに出て行きました。大好きはそんな堪能されてないと。そうですね。まだ。めっちゃいいとこだと言ったんですね。大阪とかでも、はい、東京にすぐに行けるところである。あ、そうですよね。あと味濃いグルメとか、あ、はい、ひつまぶしとか。そうです、ひつまぶしもそうです、はい、ひつまぶしあれですよ、だって他のうなぎとやっぱり違うんですよ。あ、そうなんですね。あの他の、はい、もちろんあの浅草、はい、浅草に絡んでます。浅草、江戸前のうなぎは、はいはいはい、めっちゃ有名なんです、はい、江戸前のうなぎって結構あの蒸したりとか、あ、ふわっとしますね。はいはいはい。食べられます。はい、対してひつまぶし、はい、めちゃくちゃ焼くんでカリッとです。あ、そうなんですね。はい、カリッとで、はい、でかつあのいろんな薬味、はい、かけながら味変して、はいはいはい、あの欲張りだとかあるんで、あの私もですけど。なるほど。欲がでかい。ああ。はい。で、まあちょっとあの江戸前のうなぎと。はい、絡めて話させていただくと、まあ、基本はこんな感じかな。なるほど。あとは、はい、もう味噌に混ざるという、ああ、はい、味噌に混ざる、イメージ、はい、イメージありますね。ありますか。はい、名古屋といえば、さっきはこちらに行かれたのかな。さっき、はい、たぬき通り行きました。隠れご利益スポット、はい、おすすめたぬき見つかりました。はい、あの開運たぬき、おー、開運たぬきがセンス持ってるやつ、おー、はい、疲れました。カリカリ、はい、じゃあ私はですね、はい、じゃん、船和さん、はい、船和カフェ、はい、ここは芋ようかん発祥の地。あ、発祥なんですね。元祖芋ようかんと言われてます。へえ。もう見ていたらアンバターコースとか、まあ、今食べやすいように、はいはい、グルメになっていたり、あとは芋ようかんってなんかバター乗せて食べたりして、もう現代風スイーツにも、はい、生まれ変わって、羊羹にバターが乗ってるんですか。そうです。へえ。ちょっとこんがり焼かれてて、はいはいはい、失礼します、ありがとうございます。そう、スナワカフェさんは結構あのあっちもさっきご乗車いただいた場所にも、はい、あのあったりカフェがあったりするので、はいはい、結構浅草では人気の、あ、はい、スイーツ屋、ふん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 。で、ここでじゃーん。なんで公開路紹介すんのって思うんですけど、ここは、はい、あのもう振り袖会とかもそうですし、あと新春歌舞伎もここで上演されてます。あ、そうなんですね、はい、この中で歌舞伎を上演してるんです。そうです。へえ。で、ちょっとここで、はい、宣伝します。お、はい、なんと私、鈴木みー、はい、関係ありません。あの東京力車のですね、はい、にアイドルグループがありまして、はい、ビートの、あ、はいはいはい、この浅草公会堂でワンマンライブ、お、ワンマンライブ、ぜひ皆さん、はい、ぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします、はい。まあ、そんな感じ で、あとね、ここの公会堂実は下の方、はい、見ていただくと、なんか銀色のタイルになってるんですよ。ありますね、はい、スターの手形、はい、はい、ああ、はい、はい、あのなんかニューヨークにある感じの、ニューヨークでしたっけ、ニューヨークですか、
ありますよね、あのハリウッドスターの手形がいっぱいあるところ。ああ、ニューヨーク。じゃあここはニューヨーク、浅草のニューヨーク、ニューヨークだ、いや、やめます。はい。であとじゃん。はい。お。見ます？ネズミ小僧。はい。ご存知ですかネズミ小僧？いや、あのネズミ小僧、あの別の作品？はい。あ、ゲゲゲの犬の方です。はい。はい。ネズミ小僧って。はい。なんですけど、はい、人からも盗んだものをあの貧しい人に配る。あ、まあ、いいのか悪いのか分からない。あの、はいはい、泥棒さんでして、はい、なのであの、まあね、こうやってちょっと悪いように見えるんですけど、はい、なるほど、まっすぐって配る。ちょっとダークナイト的な。そうですね。あ、今あのちょっと紹介させていただいたら、はい、街並みは今まであの見てきた街並みとはちょっと違って、はい、賑やかな浅草の下町です。ああ、そうですね。お笑いの文化が強くなっていく、はい、なので次ご紹介するスポットも、はい、はあの浅草の地区といって、はい、あの芸人さんだけが使用された街です。はいはいはい、こうやってね、もう今見ていただけるように若手芸人さんがビラ配ってます。ああ、本当ですね。はい、会えること、会うこともね。はいはい。失礼いたします。すいません、失礼いたします。ありがとうございます。お笑いライブでございます。失礼いたします。ありがとうございます。失礼します。電車失礼いたします。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと紹介させてください。はい、あの金ちゃんとか見えます？金ちゃん、ああそこ、はい、はい、あの金ちゃんとか、はい、もうその通り、ここが浅草の福通り、はい、というんですが、はい、ここら辺一帯で修行されてた町です。ああ、有名なのは、はい、あの浅草の BTSBTS。 浅草の BTS。 あー、なるほど。気づきました。わかりました。じゃあ答えどうぞ。ビートたけしですね。はい、初めて当ててもらいました。あ、本当ですか。さすが、すごいですね。そうです、あのビートたけしさんもここで修行されて、はい、あのあれですよね、海外の人からで有名なのは北野たけしさんの名前で有名な人ですよね。そうです、そうです、はい、その通りです。もうこっち側じゃないですか。いやいやいや、ということを全部言ってくれる。いやいやいや、そうで、ここはあのかつて、はい、まあそうですね、山口県に住んでたとおっしゃいましたが、はい、まあ、山口県の全人口以上の方々がここに一挙に集まった。もう人がすごいごた返して。そうなんですね。ここ通るの、はい、大体 100m くらいの通りなんですけど、はい、ここ通るのにまあなんか30分もかかった。ああ、すごいですね。まあ、というのもね、ここが文化の発祥の地でもあるんです。はいはい、なんか映画館とか、はい、例えばあそこの白い建物見えます？あの奥の奥のやつですね。そう、はい、あれが日本初の映画館と呼ばれる電気館ビル。電気館ビル、電気館ビル、電気館ビルなんで、はい、あのまあ、今はちょっと見れないんですけど、映画、はい、今アパートがマンションになってるんですけど、へ、あの建物は電気管ビルとして、はいはいはい、有名です。へ、あとは水族館だったり、はい、もここで発祥して、あ、水族館もあったんですか。もともとってもうなんか映画館、はい、今では普通じゃないですか、はい、でも当初ここでしか見れないってなったらみんな来るしかない。そうなんですね。はい、そのためににぎわっていた土地と言われています。で、こっちまっすぐ行ったら演芸ホール、はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、では通り返していくんですが、はい、伝法院通り、はい、こちら江戸の町並みが再現された、はい、タイムスリップしていきましょう。笑いしましたね。いやいやいや、すごいこの鳥雰囲気ありますよね。雰囲気あります、うん、私もここめちゃくちゃおすすめです。そうですね、ここ地面の色を見ていただくと、はい、ちょっと茶色っぽい、はい、これも実は江戸の町、はいはい、あの昔セメントとかコンクリートとかなかったんで、あ、そうで
この土管も江戸の時代を再現して、はい、あとはこの建物ですね、隙間なく建てられている感じ。確かに、はい、ぴったりくっついてますね。なので昔火事とかやっぱ起こったら、でも燃えすごい、ああ、はい、はいはい、まあ、今はね、そういうことないので、ああ、絵も描いてあって、はい、賑やかさが、そうですね、味わえるかなと思います。で、なんといってもなんといってもここまっすぐ行くと、はい、食べ歩きスポットです。はい、なんかおすすめありますか？ありますよありそうですね、なんかその感じ。まずは一つ目、はい、肉汁が滝、浅草メンチカツ、はいはいはい、がここの通り、はい、まあ、あの手軽に食べられますしね。で、もう一つ、はい、もうインスタグラムとかも有名だと思うんですが、はい、台湾唐揚げ。台湾唐揚げ、なんでかっていうとめちゃくちゃでかい、はい、どれくらいでかいか私の心からすごいでかいってことですね優しいですね。もうこれで私は、察するんです、はい、大きいって言ってくれるかちっちゃいって言ってくれるか、はい、あ、なるほど、あ、優しいな、あ、はい、でもまあ普通にめちゃくちゃ大きいんではいはいはい、はい、実は台湾唐揚げもね、はい、一つ食べるのにやっぱし飽きちゃう人もいるのかなと思うんですよ、はいはいはい、そんな人におすすめの食べ方があります。お、何でしょう、はい、仲見世通りにさくらさんっていう、はい、柚子の蜂蜜とか、はいはいはい、みかんの蜂ソースとか、はい、もういろんな味変の道具を、あ、柚子胡椒とか、はいはいはい、売ってるお店があります。ああ、調味料屋さんみたいなとこですか。そうです。おー、もうあの東京力車の TikTok でも私紹介してるんです、はい、あ、そうですか、あ、もう確認します、宣伝してるんです確認しますそれ、はい、さくらさんで、ね、その、まあ、好きな柚子胡椒とか、はい、あのレモン汁とか買って、はい、台湾から行って、あ、なるほど、ずっと食べて、あ、はい、味変したいなってことをかけて、はい、はいはいはい、食べるともうね、止まらんたまらん、うまい。 あそこ並んでるのは浅草メンチですよね。そうです、こちら浅草メンチ、はい、こっち側ね、台湾から、はい、はい、で、太郎さん、はい、失礼します。太郎さん、そろそろお腹空いてきたんじゃないですか、はい、あ、そうですねそう、ちょうどね、はい、もうすぐ11時なんですが、はい、まあね、ここの通りが、はい、ご飯屋さんでは人気。ああ、そうなんですね、はい、ここ浅草中央通りという通りです。はい、でここがもう目の前に見えますかね、あの黄色の餃子の王様って書かれてますが、はい、餃子の王様ですね、はい、あそこかなりリーズナブルに中華が見られます、はいはい、ちなみに餃子はビブグルマン掲載です。ああ、そうなんですか、はい、へえ、最強ですよねお安く、はで、浅草のご飯屋さんの特徴その1、はいはい、安価ああ、安いですね、確かに、はい、その2、はい、量多し、ああ、素晴らしいですねこの3、はい、うまいうまいもうどこ行っても、はい、うん、まあ、その中でも私のおすすめちょっと紹介しましょう。はい、ぜひお願いします。天ぷらですと、はい、ここ、はい、天ぷらバルって書かれてるんですか、秋光さん、秋光さん、はい、はい、ここの天ぷら、まあ、お気の毒は、はい、全員以下で今後食べられたり、はい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 、するんですね、夜になると好きと一緒にも食べたり、あー、なんて言っても、ね、はい、変わり種が、変わり種、豚キムチとか、豚キムチを天ぷらにされてる。そうなんです。へー、カマンベール、カマンベール、でも視聴者の皆さんよだれだらだらであとね、ここにはね、浅草といえばやっぱモンジュの、はい、モンジュ屋さんもあるんです。はいはい、おー、失礼します、見に来ちゃ失礼いたします、ありがとうございます、ありがとうございます、失礼します、はい、ここはプロジロ
郎さんはちょっと認知症で、はい、よくやらばれてる時あるので、はい、聞かれる方は早めに。ああ、そうなんですね。お時間に余裕を持っていただきます。はいはいはい。じゃあ、ここからちょっとね、はい、ちょっとスペシャルな、特別なものをお見せしたいと。はい。こちらが注目しててください。こちらが。はい。見えますか、見えますか、見えますか、見えますか。まだ、まだ見えない。隙間釣り。ああ、来ました。じゃーん。はい。はい、隙間釣り。隙間釣りですね。結構絶好の、はい、ちょうどいいところですよ。あ、この路地の感じと、はい、そう、あのね、はい、やっぱりスカイツリーってあっち側で見るとドーンみたいな、はいはいはい、この下町の中から見ると、はい、建物建物がちょうど幅が、はい、確かにな感じがすると思うんですけど、確かに、これは、はい、私と皆さんとの秘密ですなるほど、はい、こんな感じで下町を、はい、まだまだね、ちょっと全然紹介しきってないんですけど、はい、これがまあ、サクッと、あとはお土産、はい、最後にお土産で紹介したいと思います。はい、まあ浅草いろんなお土産あります。はい、まあね、ぜひね、ここの浅草シルクプリン。お、プリンですか。いろんな味があります。はい、いろんな味が。はい。はい。こんにちは。やっぱ一番人気なのは、はい、シルクプリン。シルクプリン。プレミアム。プレミアムシルクプリン。しかも皆さん全国販売してるので、はい。やっぱシルクというだけあって、なんか滑らかな感じなんですか。舌触りが、ね。はい。ああ、そうなんですね。へえ。プリン大好きですね。美味しいですよね、プリン。はい。失礼します。失礼いたします。失礼します。はい。私、隙間から見てたものが。はい。大きいですね、ここで見ると。最後に。はい、太郎さんは何か、はい、お好きなものありますか。あ、前回来た時に初めてもんじゃ焼きを食べて、うん、おー、どちらで食べられたとか。かのやさん、ホッピー通りのかのやさん、めちゃめちゃ美味しかったです。おー、おすすめですか。おすすめです。皆さん、ホッピー通りにある太郎さんが行かれたもんじゃ焼き屋さんもおすすめなので、はい、兄さんはなんか一個おすすめするとしたら、私、江戸前天丼です。江戸前天丼、はい、今行った秋行った、はい、そうです。こちらです。はい、あそこにあるやつ。そうです、これです。あっちは結構リッチです。はいはいはい、リッチなんですけど、はい、サンサラさん。サンサラさん、はい、おお、はいはい、あ、有名なんで、へえ、はい、やっぱりあの濃い感じのソース、ソースじゃないタレが、香りがね、香りが、ああ、香り、はいはい、鼻からもそうですし、嗅覚で味覚、はい、視覚みたいな、ああ、いろんな五感楽しめます。もう今私頭の中やばいですもん。ああ。天丼でいっぱい、ちょっとどうしてくれるんですか。はい、戻りました。こちら雄一郎君です。ありがとうございます。めっちゃイケメンですね。イケメン雄一郎君、イケメンさん本日はこれで以上となります、はい、めちゃめちゃ楽しかったです。貴重な時間ありがとうございました、はい、すごい楽しかったです。いや、私も、はい、こちらこそありがとうございます、はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、3、2、よいしょ、ありがとう。はい、ではちょっとシートベルト、はい、では先ほどの方、はい、はい、お待ちください。せーの、
はい、あ、ありがとうございました。どうも、はい。